芸能人は整形はありかなしか、またどこからが整形なのか。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、まあ、旧ジャニーズ、まあ、ないしは芸能人って何かしら美容系のことやってるじゃないですか。顔に例えばヒアルロン酸入れたりとか、何かしらシワを伸ばしたりシミを取ったりとか。ただ結構世の中って整形してる人には厳しい目線とかってまだあると思うんですね、世の中的には。で、僕の知り合いに結構ね、そのジャニーズアンチみたいな子がいて、まあ仲いいんですけど、そこだけ合わない友達がいるんですよ、友人が。その子が、その千賀君がね、鼻になんかヒアル入れた時にヒアルロン酸入れた時に、整形じゃんみたいな、そんなんいいのみたいな、誰だってイケメンになれんじゃんみたいなこと言った時に、いやいやいや、いいだろみたいな、こんだけの時代なんだか、多様性の時代なんだしさとか思ったんですけど、まあ、確かにその人によっては整形のボーダーラインって違うなと、どこからが整形、どこからが整形じゃないのかっていうのをちょっとなんかふと思ったんで、ちょっと今回動画撮ってるんですけども。なので今日はですね、まあそのプチ整形とか整形ってこっからはいいのかな、動画なのかなっていう部分だったりとか、また旧ジャニーズでまあ公表しているタレントの人たちとかも含めて、まあお話ししていきたいなっていうふうに思います。まあ、最初に言うのが、別にその僕この人整形疑惑あるよねとか、そういうことをまあ言いたいわけじゃなくて、それをじゃあ整形だからダメなんだとかってことは全くないんですよ。ただなんか結構世間体的にはうるさいじゃないですか、その顔をいじってることに対していいっていう人と、いや、いじったのかよみたいな。まあ特に K-POP とかは多かった、整形が多いっていうのは、まあ韓国とかはね、そういった整形とかそういった美容とかがすごいレベルが高いと思うので、まあ、僕自身もちょっとやってる部分だったりとか、あと結構知り合いに、まあ、専門的にやってる先生とか知っているので、まあ、その人が旧ジャニーズのこの人やってたよみたいな裏話もあるんですけど、まあもちろんそれは今日はお話しないんですけども、皆さんにとってこういったプチ整形とか美容って、まあ、いいのか悪いなとかとか、そういうのもまあ意見共有みたいなのがしていけたらなって思います。でまずなんですけども、まあ、結構分かりやすいところで言うと、まあ、旧ジャニーズだとショッピー渡辺翔太くんとか、あと千賀くんとかね、あそこの仲いいコンビ、ちょっと仲いいやんちゃコンビの2人いると思うんですけど、あの2人は結構公表してるじゃないですか。ショッピーに関してはもともとこのスノーマンっていうグループが売り出した時、スノーマンっていうグループが出始めた時に、これから一人一人どんなキャラをつけていこう、また岩本くんだったらサスケとか筋肉とかある中で、まあ、当時でショッピーと伊達さんとフッカが結構キャラないキャラないみたいに言われてたじゃないですか。さっくんだったらアニメとか、阿部ちゃんだったら頭いいとかインテリとかあった中 でその中でショッピーって美容キャラっていうのを作ったじゃないですか。自分の美肌を保つために5軒美容室ではないか、美容皮膚科をはしごか、美容室ってなんかあの髪切るチョキチョキする方ですもんね。自分のやりたいメニューとか自分のやりたい成分がそれぞれ違うから5軒はしごしてるよっていうところで、その共演者の人たちからは、そんなこと言っていいのジャニーズなのにみたいな時に、ショッピーがよく言っていたのが、そういう先輩、旧ジャニーズの先輩たちだったりとか、他の芸能人って綺麗な人めちゃくちゃ多いじゃないですか。その時に何かやってますかってね聞かれた時に、いいえ何もやってないですよっていう人が大半だと。ただショッピーはそんなことないと、みんな何かしらやってるよと、だから僕はそういうのを公言していきたいっていうふうに言ってたんですよ。で実際にあの僕のそのね知り合いの先生とかが、あの人こういうことやってるよ、このメニューもやってるよみたいな言った時に、え、それも整形じゃんと思ったんですよ。ただその人は、僕ね、その時たまたま手見てたんですけど、別にそのショッピーが出てる時じゃないですよ。普通に手出てる時に、女性の人なんですけど、なんかやってるんですかって言った時に、本当何もやってないんですよ。って言ってたんですよ。でもあんたがっつりメス入れてるじゃんって。だってそれ、いや、メス入れたの僕の知り合いの先生なんだから、と思った時に、まあ、やっぱ芸能人は、まあ、嘘つくよねと。まあ、確かにその芸能人からして、整形してますっていうのは、今のね、こんだけ多様化してる時代で、別に整形とかもいいじゃないかと。人生一度きりしかないし、自分の納得いってない顔で生きていくぐらいだったら、ね、整形して、自分がテンション上がる、自分が元気になる、自分の人生が豊かになる顔で生きていけばいいじゃないかっていう考え方もあると思いますし、僕もそれ自身はすごく素晴らしいと思うんですね。ただ実際公表しないってことは結局ちょっと後ろめたさはあるのかなと。でショッピーの場合って
注射でヒアルロン酸入れてるじゃないですか。だから結構デビュー当時のショッピーってこの頬がなんかなんでしょう、焼けこけているみたいな、別にこれちょっと表現悪いですね、でもなんか焼けこけているみたいなあの頬の感じ、まあ、逆にそれがワイルドさもあってなんかちょっとオラつきもあってかっこよかったんですけど、まあ、最近ねそのヒアルロン酸入れることによってちょっとプクッとして口がねふんわりしてるじゃないですか。まああれやることによってシワも伸びたりするんで肌ツヤも出るし全然いいんですけど、まあ、それが要は整形ってなってしまうのか、まあ、美容になるのか、ここを皆さんどう思いますか。僕はね超微妙だなと思って、別にねそうさっきも言いましたけど、これがじゃあこれがショッピーや整形だったら別にそれが悪いことじゃないと思うんですよ。正直ジュニアの子たちとかで、あこれがっつりやってんなあいつみたいなやついるじゃないですか。別にそれが悪いわけじゃないんですよ、何回も言いますけど。ただなんか最近その何でもかんでも美容皮膚科美容ですみたいな感じ言えば、何でもなんかそう整形じゃないみたいになるのもなんか変だなと思いつつ、ただショッピーがその美容皮膚科とかに行ってヒアルロン酸で注射打ってますとか、あの細かい針というか糸を入れてます、顔の中頬の中に行った時に、それをまあ、ショッピー好きな人とかこの芸能人好きな人の、まあ、この僕の視聴者さんとかってどう思うのかなと、いやショッピーそんなこと言わないで嫌だっていう風に思うのか、全然いいじゃんと思うのか。例えば僕これで言うと歯の矯正も、まあ、みんなそれぞれ歯の形とかって違うじゃないですか。出っ歯の子もいれば歯茎から歯が出ちゃう子とかも、でもそれも矯正できるじゃないですか、数十万円とかで。それもがっつり、まあ、整形っていうのかな、整形じゃないんですけど、まあ、矯正というか調整してるじゃないですか。それと一緒でシワができたらシワを伸ばすレーザー入れたりとか、シミが出たらシミを取るレーザー、シミを取るレーザーって整形じゃないのかなと、なんかすごいめちゃくちゃなこと言ってるとは思うんですけど、シミ取るのは整形じゃない、ヒアルロン酸入れるのは整形なのか整形じゃないのかって、そのすごい微妙なボーダーラインがあると思うんですよ。けどさっきも言いましたけど、芸能人でがっつりメス入れてるのにテレビで私何もやってないですっていう人もいたんで、やっぱり何もしないで綺麗を保ちたいのか、正直ショッピー以外の、まあ、その旧ジャニーズタレントないしは他の、まあ、LDH とか芸能事務所の人たちってみんな何かしらやってると思うんですよ。その HIFU っていう肌の何でしょう、まあ肌をクイッと上げるんですよね、簡単に言えば、とかシワを取ったりとかシワを伸ばしたりとかヒアルロン酸を入れたりとか、みんな何かしらやってる中で、なんか垢抜けはいいんだけど整形はダメみたいな風潮まだ日本結構あるじゃないですか。ただ結構このジャニーズを好きな僕たち、ジャニーズを推してる自分たちっていうのは、その推してる先のタレントさんって何かしらやってると思うんですよ、誰しもが。その人たちに対していちいち、いやあいつちょっと顔いじったな、やってんなとかって皆さん思うのかなと、それともそこはもうショッピーのヒアロンさんとかちょっと糸入れてるぐらい、リスト入れてるぐらいだったら何とも思わないのか、ぜひ皆さんの方でちょっとそこら辺の意見を教えていただけたらなと。何をもって整形なのか、歯の矯正とかは整形じゃないけどヒアロン酸とかの顔に注射入れたら整形扱いされてしまうのか、それともそこも整形ではないのかとか、じゃあ逆に整形っていうのはもうどこから整形になるのか、要は骨を削るとか二重を作るために埋没であの皮膚を切るとかっていうのは整形なのかとか、ぜひそこら辺のなんか微妙なボーダーだと思うんですけど、皆さんの推してる推しもきっと何かしら美容皮膚科とか美容系はやってると思うんですよ。ただそれを整形とみなすのかみなさないのかも含めて、ぜひ皆さんの思うところをコメントしていただけたらなってに思います。結果僕で言うと、僕自身は糸のリフトはちょっとんと思うけど、ヒアロン酸とかの注射とかは別に整形とは思わないかなと。でリフトとかそういった糸を顔に入れたりとかするのは半整形みたいな、がっつり整形じゃないけど半整形ぐらいかなと思ってます。ぜひ皆さんの思うところコメントしていただけたらなってに思います。はい、自分はですねこういった旧ジャニーズスノーマンの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなってに思います。多様性って難しい。またね。